とね、散歩ちょっと違うとこはね、自由の散歩が違うとこは、投げ技ね、投げ技。これまたね、全くね、柔道とは変わりません。変わりません。ただね、ポイントの付け方がちょっと違いますね。だからそこをね、ちょっとね、少しでも、ね、分かっていれば、後でね、そのうち君たちの知識でね、勉強になりますので、覚えてほしいと思います。いいですね。まあ、柔道の場合、いいですね、柔道の場合ですね。はい。よくしかなかった投げですね。はい。投げました。これ何ですか？一本。ね、これ一本ですよね。はい、三本もこれ一本です。一本ですね、はい、そしたらですね、今度ね、今度バターンと投げます。バターンね、はい、ちょっときちんと背中がついてますよね。今度これがですね、はい、この角度になりました。この角度ね、はい、90度のこの角度になりましたね。そしたらね、サンボは柔道とレスリングの合体ですから、ポイントがつきますね。はい、この場合は4ポイントになります。4ポイントいいですね。そしたらこの腹ばいになります。投げるとき腹ばいになります。これ2ポイントになります。いいですね。はい、ちょっと立ってください。次いきます、ね、次また同じように体落として投げます。バーンって投げます、ね、投げた人がね、膝つきます、ね、はい、柔道だったら何ですか？1本ですよね。1本でも3本の場合は1本じゃありません、ね、両足ね、これはね、きちんと畳についてね、マットについて、ついて投げればね、ついてないと1本になりません、ね、膝がついたら今度はね、減点されます、ね、はい、これ4ポイントになります。いいですね、今度4ポイント、ね、はい、そしたら今度これで2ポイントになります、ね、そしてここで1ポイントになります。はい、取りなさい。